こんにちは、えー。まず相手はミニオンを呼ぶのに、えー、ミニオン対策をしているチームです。えー、こちらはベラで対抗します。またクランパスの挑発に対しては、えー、バフ解除要員としてイベリンと、えー、オニクスを入れています。どうですかね えー、クインタスがコスチューム側も育っていて、えー、そしてマナ族のルスラがいます何、えー、とか何とか、えー、クランパスやテルディアに無駄玉を当ててマナを貯める作戦ですはい行きまーすはいではまずは クランパスにスキルを発動されて構わないと思っているのでここ行きましょうかあとで何とかする作戦ですあとで何とかする作戦です、えー、今は、えー、緑や紫のマナーを貯めることを考えて、えー、パズルを進めていますえー、まで貯まっているのでちょっと我慢をしてちょっと我慢をして、えー ここ行きましょうか。ベラでミニオンを壁を呼ぶことができたので、相手のテルディアが随分楽になりました。それではそれでは、えー、まだまだオニクスは、えー、温存してここ行きましょうか。いろいろと惜しいので、まだまだオニクスは温存してここ行きましょうか。 下手ですかね下手ですかねえー、それではそれではえー、クランパスの挑発をどうやって消すかですがえー、ここはここはえ2、ー、まで溜まってるオニクスをもったいないですけど使いまして えー、イベリンを、えー、出花に当てて、そして、えー、そして、カディレンを使い、で、緑3玉を当てましょうか。えー、穴が開かなかったので、えー、作戦ミスと考えています。 えー、それでは、えー、緑を1個でも消して霊人さんのスキルを発動したい、えー、ここ行きましょうか霊人、はいえー、さんがスキルを発動したので、えー、これでゲームとしては勝ちだなと思っています えー、では、えー、とりあえず出花にとどめを刺そうと考えていますはい何、えー、とか出花にと,べとどめを刺そうと考えています、えー、相手はクインタス1体となりましたこちら霊人さんのミニオンが効いているのでもうクインタスはスキルを発動できないと考えて、えー、どん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 玉を当てていきますはい ありがとうございましたえー、バフ解除うまいこといきましたかね。はいありがとうございました。